口臭とは、口臭及び、呼気の嫌な匂いのこと。口臭炎では、口中の不血及び気道、消化器の疾患から起こるという。また、匂いの強い食品を食べることによっても起きる。人の口臭は、生活習慣や体内環境によって、匂いの有無や種類が大きく左右される。匂いの強い食品を避け、食事の後には歯磨きを行うことで、口腔内を清潔に保ち、 値や腸の調子を整えることなどが、口臭を防止する上で、基本的な方法である。口臭が特に強い動物もいる。口臭の原因はいくつかに分類されることがある。大きく、生理的口臭と病的口臭に分けられるが、それぞれの区分は相対的なものである。とも、生理的口臭の種類は数多い。以下に列挙する。 匂いの強い食品を食べることは避ける。食事の後には毎回、歯ブラシや歯間ブラシと先行液で歯磨きを行い、思考を落とす。ストレスをためないようにし生活リズムを保ち睡眠を十分にとることで胃の調子を整えるといったところが、口臭防止の基本である。また、タバコを吸っている人はそれを控える。飲酒量が多い人はそれを控えめにする。他にも、特に上で指摘したような何か。 医学的な原因がある場合は、その原因の除去を行う。また、生理的口臭は、根本的に口内の唾液不足が考えられるため、日頃から常に唾液で、口口内を潤すとともに、口の乾燥状態を避ける必要がある。ガムや飴といった唾液の出やすいものを食べ唾液の出やすい環境づくりをすることで唾液が出にくい人も、唾液の分泌を促進させることができる。 口臭原因の一つでもある絶体も、唾液で絶表面を十分に潤してから舌磨きを行うと、口腔内が乾燥状態の時よりも汚れを落としやすくなる。牛などの動物に激しい口臭を持つ者がいるが、これは主に牧草などの飼料外で発酵した際に、生じる特定のガスが原因であり、人間の口臭とは質的に異なる場合が多い。ありがとうございます。